のミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆと、レイちゃんこと早川レイミと、ギーリオこと木更ギリオと、サッチーこと音の幸と、さくらはるの6人がお送りしています。せーの、始まるばーい。おひさしつばす、おひさしハマチ、おひさしめじろ、おひさしぶり、というわけでおひさし出世を始まりました。ミルク席大作戦でございます。最近は暑かったり雨降ったりでね、じまじめで大変じめじめでね、大変ですねっていう話をしたかったんです。はい、傘を持って出かける日が増えたと思うんですけど、はい、もうなんか私は雨が降ってるのにバイト先に傘を忘れて帰って、でも取りに帰るのめんどくさかったから置いて帰っちゃった。それは取りに帰ってください。帰る、困りますよね。はい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、メールアドレスは niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで聞いてください、ミルクセーキでイジアゼ。どっちゃだかとやろ、そんじゃどこが抜けばよかとて、そん
人目の今日は即興ラジオドラマミルクセーキは突然にのコーナーでございます。今回はどんなお題になるかな。早速みんなで天の声さん呼んでみましょう。せーの、天の声さん。呼んでないよ。どれが静かでしょう。どれも静かじゃねえよ。まあまあ皆さんお静かに。お前もな。はい、というわけでやってまいりましたよ、ミルクセーキが突然に初。もうこれね、本当に私、テーマ考えないかん人やん。はい、マジで相当悩んだけん。それレミオ初めてですよ。何か全員まともなのよ、初めて。みんな喋らない、みんなしーしー。まあ、いや突然にやってるのね。小田和正さん、ね、それはもうやり尽くされた。皆さんお久しぶりです。早川です。ちょっと久しぶりすぎて、お久しぶりだけ、ちょっと眉毛染みすぎて、本当に栗の外側みたいになってるわけ。では眉毛茶色いんで、よろです。相当茶色い。というわけでね、発表しましょうかね。今日 の、まあ、妄想ドラマじゃないですか、うん、はい、今日お題はですね、お題というか、まあ、設定から役割発表していきます。キラちゃん、はい、ボーン、リンダ学園の生徒です。ボーン、バスケ部。ボーン、でちなみにそのボーンって何だろう。分かんないです。あ、別にないの。はい、なんかもしこれを聞いてるこの係員の方、爆発音があったら入れてもらえると嬉しいです。ボーン、ドガーンっていうか、あのそれ多分渡辺さんだけど、渡辺さん、あ、違う、渡辺さんじゃない、太田さんだわ。太田さんだけど、太田さん、そんな暇ないから。忙しい。しかもやかましくなっちゃうから。リオのセクシーボンが聞きたい。はい、というわけでキラはリンダ学園生徒、聞いてんのかお前ら。リンダ学園生徒のバスケ部の部員です。はい、部員で、同じく部員聞いてるのか。同じく部員が、アユ、はい、そしてサチ、うん、そしてリオ、はい、つまりキラとアユとサチとリオはみんなリンダ学園のバスケ部の部員です。部員です。でしかもその中でリオはキャプテン。キャプテン。キャプテン。キャプテンアメリカ。キャプテンで、そのバスケ部の顧問の先生、レミちゃん、よろしくお願いいたします。はい、そしてリンダ学園の校長先生がハルちゃんです。はい、もうダメだ、はい、もうダメだこの学園は。学園明らかにやばい。でしかもバスケ部は、全国大会が決まってます。おお、すごいじゃん。顧問の力っすな。いいね。なのに全国大会で決まったのに、サチが問題を起こしてしまいました。何？サチが問題を起こして不定になってしまうんです。なんだろう、バスケ部が。信じられない。やっと掴んだ全国大会の出場が危ぶまれているというのに、サチはその理由を言わないと。あれ、なんでなんでね。さあ、リンダ学園バスケ部はどうなるんでしょうかというのがあらすじ。ちなみにこれ、あのここまでの設定はみんなにも一応話しとったけど、このさっきな話したけど、サチにはその理由は自分で考えろって言ったので、今日のこの主人公サチだから。これ、あの、このミルクセーキを突然にの妄想ラジオは、じゃあ妄想ドラマは毎回あの、ヒロインを主人公を変えていこうと思う。今回はだってサチは先週から頑張ってさ、仕切ってからさ。いや、違う、それなんでって、あんたのチューチュートレインのせいだ。キャプテンがやらかさない感じ。で、あの、多分校長先生と、あの、顧問の先生、なかなか出番があんまりないかもしれないけど、無理やり入ってきてもいいから、はい、そこはもうあのがっつり入ってきて、急にガラガラガラって入ってきて、ちょっととかって言って聞いとったんか。一応の最初はあのバスケ部の部室から始まりますので、いいですか、いきますよ。それではまずはいきましょうかね。はい、ミルクセーキは突然に、本日のラジオドラマ始まります。それでは参ります。3、2、1、キュー。みんなちょっといいですか、はい、ちょっともう校長先生からお話あるんで、はい、ちょっと全集合、はい、並んで、よっよっよっ、そういうのいい、本当に校長先生来てるから、はい、先生、校長先生お願いします。はい、はいはいはい、皆さん、はいはいはい、元気ですか。元気です元気ですか、よかったですか。よかったですか。はいはい、はい、なんですか、今日はちょっと、サチノスケがやらかしたということで。サチノスケ先生、もう、はい、あの、先生が真面目な話って言ったのに、校長先生がふざけてるんですけど、本当はどっちの話ですか。校長先生、実はですね、飛び級なんですよ。飛び級、はい、そうなんです。何歳？まだ
小学生なんですけど、家系が一家が全て校長なので、はい、もう後継ぎの問題で、それは令和ですね。それは令和ですね。そこはちょっとすいません。わかりました。ちょっと日本語わからないので。誰ですか。ちょっと ただまあいいや。ただサチがやらかしたということで、はい、ちょっと聞きました。来ましたよ。その問題をやらかして、はい、部活が停止になるということで、はい、俺たちです。サチは何をしたんですか。あら、まだ聞いてないのかしら。はい、サチの口から言いなさい。言えないこの気持ち。おい、サチ、何言ってんだよ。バーン。お前、分かってんのかよ、この状況を。やめろ、やめろ。全国大会なんだぞ、ふざけんなよ。やめなさい、やめなさい。誰か今日、誰か救急車、なんでこんなことになるんだよ。真面目に頑張って。部長、キャプテンが行きたかった。お母さんに言ったのに、おじいちゃんとおばあちゃんも行くで揺れたのに、帝国大会。ちょっとどうすればいいんですか。どうすれば僕たちは全国大会に行けるんですか。もうそういう部活をするとかしないとか校長がもう全部決めてるから。はい、校長が決めるの。こんな小学生がですか。そう、こいつごめん、こいつにそんな権限があるんですか。教育委員会が、ごめん、教育委員会が悪い。親の顔が見てみたい。校長の親の顔が見てみたい。ちょっと校長さん、親に電話してもらっていいですか。あ、いいよ。校長、あんたには分からんでしょうね、この気持ちが。毎日毎日必死に頑張って走ってテストも頑張ったのに、なんでこんなことになるんだよ。サチ、お前何をしたか分かってんのかよ。言えないの、まだ。なんで言えないんだよ。いつになったら言えるんだよ。お前、みんなが私のことを許してくれるなら、なんだと打ち明けるよ。俺はな、全然力がなくて、キャプテンなのに毎日ボール磨きしてんだよ。スタメンにも入らないんだよ。やっと全国大会行けるのに、なんでなんてこともしてくれたんだ。足りてるからキャプテンはごめん、ベンチがいい。え。おじいちゃんとおばあちゃんも来るって言うてる。キャプテン、お前帰れよ。お前スタンドじゃねえ、お前ベンチだろ。いろいろ言うんじゃねえよ。ベンチにも入ってねえぞ。ボール磨きです。なんでキャプテンになったんだよ。みんながしたくないって言ったから。一生俺らのドリンク作っとけよ。じゃあ選んでください。皆さん、私がこのままこの部に残って真実を打ち明けるか、真実を打ち明けずに私がこの部を去るか。なんで上から目線なんだよ。お前、問題を起こしたみんなのになんでそんな偉そうに言ってんだよ。ふざけてんのかよ。いや、これはみんなの責任でもあると思う。何人に押し付けるんだよ。もしかして警察だったか、警察に捕まるようなことをしたのか。いや、そんなことはしてない。じゃあ言えよ。言えない理由はなんだよ。言っていいのか。言えよ。みんなが傷つくと思うから。なんで言えなくた。お前はそんな傷つくと分かっててそんなことをしたのかよ。いや、もうミルクセーキの私の好きなメンバーのあゆちゃんって子が最近塩豆大福が好きらしくて、メンバーの汗を集めて塩豆大福を作ったら、美味しくなかったらしくて、怒られたんです、なんで。お前そんな落ちかよ。なんで、なんでどうしたよ。もうタイムそんなの。タイムになれ。もういいよ、全国大会なんか。なんでいいよ、ボール磨きするよ、みんな。なんでそれで武帝なんだ。いや、それが本当の理由じゃないだろ。そうだよな、教えてみろ。そうだよ、今のはふざけだよな。ふざけだよ。盛り上げようとしたんだよね。リスナーの方が今ものすごく焦った顔をしてます。ふりだよね。そう、いつものね、おふざけだよね。そう、どういうこと言えよ。本当はそれはやっぱり私の口からは恥ずかしくて言えないから。恥ずかしい。お前が背中に。誰が言うんだよ。顧問が。顧問教えてください。本当に私もこういうことをみんなに言うのは心が苦しい、きつい。本当に私もやっぱ顧問だから、みんなのね頑張ってる姿、部長が汗水
垂らしてボール磨いてる姿、あゆが体育館を100周走ってる姿、キラがなんかね頑張ってる姿、サチはね特進クラスだからね、いつも部活最後の10分しか参加できないけど頑張ってる姿、もう先生はこういうみんなの姿を見てるから逆にもう言うのがきつくて死んだから、校長校長校長、実は、まあ、校長とサッチー様と顧問は知ってるんですよね。そうですよ、何があったのかは知ってるんですけれども、私も本当にこんな時代のことはなくて本当に私の口から心苦しくてサッチー言ってください、やっぱ本人がいいです。私は部活最後の10分しか参加できないのに、部活に来る前に頑張ったら15分参加できたかもしれないのに、メロンを食べてしまいました。お前それどこのメロンか、まさか学校に植えてあるメロン食べたのか、お前みんなが育てたメロンを、なぜ見たらしい、部長が間違えて磨いてたやつ、そうだぞ、お前知ってるんだぞ、池の鯉も食ったよな、お前なんてことを、お前庭に生えてるツツジの蜜も吸ってたよな、そういえば蜜を吸ってたことは内蜜にしてって言って今面白いこと言うなよ、お前蜜と内蜜をかけたんか、前から離れとうない、トゥナイ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 、校長どうしましょう、校長、メロンを食べるということはとてもダメなことだと私は思います、はい、それは分かってますかキャプテン、分かってます、だって網目の一個一個まで磨いてたから分かる、ダメだよそれは、ちょっとこの状況に対してキラコさんどう思いますか、やっぱり部長が毎日ね間違って磨いてたメロンをねそうボールと思って分かっててボールと思って一個一個網目も、このボールに網目があるんだと思って、そう間違ってね毎日磨いてたメロンも、でも僕たち見てました、ずっと毎日あ部長頑張ってくれてるなって、メロンだったけどな、メロン磨いてんだけどな今日もなって、ね、思いながら、でもやっぱり頑張ってるから言わずにね、やり過ごしてきた、やり過ごボール角の中にメロンが3つぐらい混ざってた、混ざってた、でもそれが腐りそうになったら私はそう腐りそうになってきたら私は食べてた、そう前も食べてた、前本当は食べてた、私もそうなんだ、食べてたんだ、俺はハイブだお前なんてことを、仕方ないよ、キラちゃんもリオちゃんもメロンにメロメロだったんだこれいつまでずっとじゃあ、ね、子供をどうするかを校長先生に最後決めてもらったらいいんじゃないかな、どうしましょうか、はい、まあもうみんなの全国大会に対する君の、もうみんながもうあゆ大福ちゃんの一生懸命100周走ってる姿、はい、りょうちゃんの一生懸命ボールを磨いてる姿、メロンだよ、メロンだけど、メロン好きだった、キラちゃんの一生懸命頑張ってる姿何かわからない、一生懸命頑張ってバスケ部に行こうとしてる姿、それを見続けて全国大会出場させるようにしましょう、でもこれからはメロンを食べないようにキラコちゃん、サッチースケ、サッチースケ頑張ります、そこを気をつけてください、抑えます、食べたい衝動メロン腐りそうになっても食べません、もうあの日あの時あの場所で君に会えなかったで、はい、終了となります。疲れたマジで。今回疲れたもう。これさ、初めての試
みだったじゃん、うん、今回初だよね、うん、すげえなこれ。いやもう私は今週のミルダイ聞かないだからいいね押さない。ねでもさ最初さ最初さあの最初のなんつったっけ最初なんか足を褒めたよくだと思ってそれをオチにしようと思ってたのに、うん、まさかの引き戻されいじめだよこんなのどう思った引き戻されたの。もう今までめっちゃ悩んでたの知ってるのにまだやらせるかでもよでもあそこで引き戻さなかったらあーってなってたけどた、うん、あれで引き戻したからメロにメロメロって言われたからよかった。でもなんか腹立つけどあのなんかメロにメロメロとか蜜蜜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 愛的にはあそこで終わりなんだけど、ね、お前ら続けるんだ、おいなんでだよ。いやあそこいいなと思ったんだけど終わるの、うん、ちょっともうちょっと見てみたい欲張ってしまった、まあ、時間的にももうちょっとあったっけ、うん、というわけで、まあ、皆さん楽しんでいただけましたかね。疲れた、あ楽しかった、ね、めちゃめちゃ声が疲れた、まあ、次のね主人公が誰になるかも含めて、またあの、あれだよ時代劇とかもあるかもしれないタイガタイガそれが知らないわしかもバラバラ多分さそれぞれの時代設定めちゃくちゃ今私も大ローマ私も海外に行こう西洋に外国してくださいずっと外国してくださいそれしか言わないの嫌いだよ嫌いだよ外国して早く手島開きました今とオランダさんだよ。だって出島物語やろうって言ってない。絶対楽しい。当人屋敷から出たいあるよ。ひどい。どこの国の人やってみたな。というわけでね、また来週もね、楽しみにしていただきつつ、はいはい、ここでミルクセーキからお知らせがございましてですね。ででん。ででん。つい先日、はい、解禁になりましたけれども、はい、8月のですね、11日、12日、3連休の土日、月の3連休のうちの日月ですね、はい、で、滋賀県竜王町にて行われますドラゴンクイーンフェスティバルバーディースにそれぞれ違う、それドラクエしかもそれ違う、違うよ、今ドラクエじゃなかったしかも違うあれだよ、それなんだっけ、それあれスターウォーズやろ違うよ、あれ違う、サイファン違うよ、FF? じゃあなんかの番組はデイビー・ジョーンズじゃなきゃ、インディ・ジョーンズ、デイビー・ジョーンズ、全然違う、みんな全然違う、しかもデイビー・ジョーンズ誰だよ、誰だよ、はい、ドラゴンクイーンフェスティバルに出演、ミルク席決定しました、2日間嬉しい、あれですよ、ティフ以来のこの規模のデス案件はティフ以来じゃん、あ、ごめん、ごめん、忘れてた、ハイリスク長崎皆さん、忘れちゃダメ、あの超巨大です誰やったりよ、こんな大きいフェス初めてや、いや、本当ですよ、だからぜひね、ピピピ、うん、滋賀県は、うん、どこ、琵琶湖、琵琶湖真ん中に穴があって和紙違う、寿司みたいな寿司か違う、寿司か違う、違う、なんか何恐竜みたいなやつがいるとこですね、ネッシーあ、ネッシーだ、ネッシーはネスコでしょ、あ、そっか、メッシー、メッシーだからメッシー、メッシーだったか、メッシーだったか、メッシーネスコで見つかってるのがネッシーだから、え、琵琶湖だからビッシー、嘘やん、嘘やん、いるんだって、なんかおニッシー、違う、ニッシーは違う、ニッシーは違うの、流行ってるよくわからんけど、そうじゃなくてあれ違う、それ見に行くんじゃない違う違う違う三連休使ってる、その人に行けちゃう、ドラゴンだからでもいるんじゃない、ドラフェスに、ドラフェスに聞いてるのか君たち分かってるのがとんでもない舞台に君らがいるそうびっくりなんか、うん、どうしてたのなんで急に水戸黄門出るの決まるみたいな感じだからいやそれは本当に、うん、あのあれですよ、まあ、あの春幸はね入ったばっかりだからあれだけど、まあ、レミもなんか体というか心だけが乗っかってる状態だったろうけど今までのメンバーが作ってくれた実績とか、うん、いろんなものが、ね、見ていただけたんだと思ってるので、はい、もう今回はちょっと大きなチャンスだと思って、はいはい、たくさんの人に見てもらえるように頑張りましょう、うん、そしてミルク席をずっと見てきてくれたねお宅の皆さんにとっても、うん、素敵なプレゼントになるようにみんなで楽しめる夏になりそうですな、ね、この夏の主役はミルク席だはいさて
そろそろお時間となりました。来週のミルク世紀大作戦はメッセージ紹介のコーナーとなっております。はい、はい、でそしてそのメッセージのお題はこの夏挑戦したいことでございます。チャレンジ、はい、ぜひ皆さん送っていただいて、はい、そうミルク世紀の公式ツイッターの DM でも受け付けておりますので、今お聞きのあなた様気軽に送ってください。お願いします。待ってます。それではここで1曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキでミルクセーキ大作戦。世紀の告知をさせていただきます。明日6月15日土曜日は福岡県福岡市のドラム B1 にて新天使革命リリースパーティー九州編に出演します。翌日16日日曜日は広島県広島市のクラブクワトロにてアイドルキン広島に出演させていただきます。はい、やっとね週末ってことで B1 でライブができるのは嬉しいです。日曜日は広島です。初九州街ということでね、今週も楽しくなること間違いなし。君が初九州街、個人的にね何の話ってなった。私はね、はいはいはい、そう私と春はの初九州街な、はい、お楽しみに。でもミルク席としてもね、久しぶりの令和初のチャーン、いや、ね、令和初の九州街。本当に久しぶりよ、広島。めっちゃ久しぶり。だって覚えてる、前回の広島の時はキラが MC でもみじまんじゅうって言った、言った、やったわ。あーもう黒歴史。いいよ、今回もやってね。ぜひ楽しみにしてるわ。はーい、あーもうこんな時間、今週のミルクセーキ連作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からはミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。